ブルガリア、ブルガリア共和国、通称ブルガリアは、ヨーロッパの共和制国家である。バルカン半島に位置し、北にルーマニア、西にセルビア、マケドニア共和国、南にギリシャ、トルコと隣接し、東は国会に面している。首都はソフィア。正式名称はブルガリア語で、ラテン語字転車、通称、公式の英語表記は、通称、 日本語の表記はブルガリア共和国。通称ブルガリア。漢字表記はボツキバリで他と略される。トラキアで紀元前4000年頃のものと思われる黄金製品の遺物を多数持つ遺跡群が確認されており、考古学者の間で新しい文明なのではないかと論じられている。7世紀までは東ローマ帝国領。5世紀以降、 スラブ人が侵入し、ついでデュルク系の遊牧民族ブルガール人が侵攻して征服。スラブ人を支配下に置き、680年頃東、ローマ帝国に支配を認めさせて、ブルガリア、ブルガール人の国を建国した第一次ブルガリア帝国。ブルガール人は、スラブ人より人数が圧倒的に少なかったために10世紀までに、スラブ人と根血同化し、 現在のブルガリア人が形作られた。第一次ブルガリア帝国は十一世紀に東ローマ帝国に滅ぼされ、再び東ローマ帝国領となるが十二世紀末に再び独立した第二次ブルガリア帝国。しかし第二次ブルガリア帝国は二百四十二年のモンゴル人の侵攻によって嘆きを受けて衰退し、1393年に オスマン帝国に滅ぼされた。以後、485年間もの長きにわたるオスマン帝国の支配下に置かれた。この結果、現在に至るブルガリアの言語、風俗等に多大な影響を及ぼしている。1878年、ロト戦争に敗北したオスマン帝国がサンステファノ条約を受け入れたため、ブルガリアは自治公国、大ブルガリア公国として独立した。 しかしながら、ブルガリア公国が事実上ロシアの保護国であったことと、領土がエーゲ海まで伸長したことが、ロシアの南下政策を容易にさせることに対し、イギリスやオーストリアイコール、ハンガリーなどが懸念を抱いた。そのため、両国らは、ベルリン条約で、ブルガリアの領土を縮小して、ロシアの南下政策を牽制し、ロシアの政治的影響を弱めさせた。しかし、 ブルガリアは1885年にオスマン帝国領として残っていた東ルメリジ地州を併合して領土を拡大することに成功した。1908年オスマン帝国で青年トルコ人革命が勃発したことに乗じてブルガリアは独立を宣言した。その後1909年に国際的に完全な独立を承認されブルガリア王国が成立した。 ブルガリアの君主として、当初はバッテン、ベルク家、後にはザクセンイコールコーブルクイコールゴータケとドイツ諸公が迎えられた。1912年、ギリシャ、セルビア、モンテネグロとバルカン同盟を結び、トルコとバルカン戦争、第一次を戦う。1913年、第一次バルカン戦争の戦後処理をめぐり、セルビア、ギリシャと対立。 第二次バルカン戦争を行い敗北する。第二次バルカン戦争では、ルーマニア、モンテネグロ、トルコも、ブルガリアと対立。孤立無縁であった。ブカレスト講和会議。1915年、第一次世界大戦では、中央同盟国側に参戦した。ブルガリアの賠償問題は、ヤングアンでも途上であった。1941年、ナチスドイツと、 軍事同盟を締結する。しかし、ホロコーストには抵抗して本国からの移送を阻止し、数軸国勢力下では、戦中期にユダヤ人の人口を増加させた唯一の国でもあった。1944年には、ソ連の侵攻を受け、王政が廃止され共和制が成立し、ソ連の衛生国家となる、ブルガリア人民共和国。1989年に、 共産党政権が崩壊し、2001年には元国王のシメオン・サクスコブルク・ゴツキが首相に就任した。2007年1月1日に欧州連合に加盟した。加盟に際しては改革が不十分であるとして欧州理事会によって再審査されたが、加盟後も改革を続行するとして承認された。しかし、加盟時には EU 最貧国であり、加盟後には 若年労働者や知識層が高収入を求めて、西欧へ流出することが危惧され、ブルガリアの国力低下とともに、低賃金労働力が流入する西欧諸国との、圧力が拡大することが懸念される。ブルガリアの生態は、共和制であり、国家元首は大統領である。大統領は1期5年の任期で、国民の直接投票によって選ばれ、2期まで再選、可能である。 大統領は国家元首であるとともに軍の最高司令官国家安全諮問会議の議長も兼ねる。大統領は法案のさらなる審議のために議会で可決された法案でも差し戻して再審議させることができるが議会は多数の賛成により大統領の法案拒否を覆すことができる。国民議会は一円制の立法府で 任期4年の240名の議員からなる。投票は、政党と国内28州それぞれに割り当てられた候補者のリストから投票される。政党が議席を獲得するためには、最小で4%の得票率を得る必要がある。議会は、法律の制定、首相及び他の大臣の選出、予算、軍隊の配備、国際条約の批准の承認などを行う。 ブルガリア軍は、ブルガリア陸軍、ブルガリア空軍、ブルガリア海軍の3軍からなる。現行の州制度は1999年に導入されたものである。ブルガリアは全部で28個の州に分けられている。ソフィアは、ソフィア州とは異なる、独自の州である。ソフィア州の州とはソフィアに置かれているが、ソフィア州はソフィアを含まない。それぞれの州の下には、 基礎自治体、オプシティナが置かれている。これが事実上の最小の行政単位であり、日本でいうところの市町村に相当する。それぞれの基礎自治体には選挙で選ばれた市長と市議会が設置されている。ソフィアは、州全体が一つの基礎自治体である、首都自治体、ストリチナ・オプシティナとなっている。それ以外の州には、複数の基礎自治体が属している。 それぞれの基礎自治体の下には町や村と呼ばれる集落がある。これらは独自の議会や行政府を持たない自然村である。ただし、首都自治体と人口の多い町にはその下に区を設置することになってる。これによって人口30万人以上の町はその階に区が置かれるものとされ、ソフィア、首都自治体のほかにバルナとプロブディフは区に分けられている。 国は選挙で選ばれた区長と区議会が設置される。ブルガリアはトラキア、モエシア、マケドニアなどの古くからの地方で構成されている。国土の3分の1を山岳地帯が占め、バルカン半島の最高峰であるムサラ山、標高2925メートルがある。国土のほぼ中央を東西に走り、バルカン半島の名の由来となったバルカン山脈 スタラプラニナとスレドナゴラ山脈に挟まれた一帯はバラの谷と呼ばれ各地にバラ畑が点在し一大生産地となっている。丘陵地帯と平原は東の国海沿岸とブルガリアの主要河川であるドナウ川に沿っている。またドナウ川はルーマニアとの国境にもなっている。ブルガリアの気候はバルカン山脈で大きく分けられ北側は冬は気温が低く多湿で夏は 気温が高く乾燥している。南側は温暖で湿度が高く、欠片の気候区分では地中海性気候である。2010年のブルガリアの GDP は約448億ドルであり、日本の青森県とほぼ同じ経済規模である。ブルガリア経済は1989年から劇的に縮小した。特に、 ソビエト連邦を中心とした東欧の市場を喪失したことは大きな打撃となり生活水準は1989年以前の約40%にまで落ち込んだ。さらにユーゴスラビアに対しての国連の経済制裁は経済にさらなる打撃を与えた。1994年には国内総生産の成長とともにインフレーションを抑制するなど 回復の兆しを見せた。しかし1996年には貧弱な経済改革や不安定な銀行システムにより再び悪化し金融危機に陥った。1997年以来政府は2007年に向けてマクロ経済の安定と国内総生産の毎年4から5%台の成長を欧州連合への加盟を表明した。2001年に誕生した。 現在の政権は1997年に採用された通貨委員会の保持、企業の民営化の加速、正常な金融政策の実行及び構造改革の追求などの経済政策を維持することを約束した。2002年から2003年の経済予測は、ブルガリア経済の成長が持続的なものであることを示唆している一方、政府は未だ高い失業率や低い生活水準に、 直面している。2004年には生活水準が1990年のレベルにまで回復した。また、同年6月には欧州連合との加盟交渉を終え、2007年1月1日に正式加盟した。欧州共通通貨ユーロは導入されていないが、自国通貨レフ、レバニユーロとの固定相場性、カレンシーボード性を適用して価値を安定させている。 教育水準が高く人件費が安いため、IT 産業などで、西欧諸国からのアウトソーシング受託が成長している。2014年6月、国内3位のと4位のの2行で、疑わしい取引に関与しているとの報道や噂が、引き金となり、取付騒ぎが起きた。大統領は29日に緊急会見し、風評であると主張した。政府は緊急融資を EU に要請。 EU は33三億レバの緊急信用枠を承認した。住民はスラブ系のブルガリア人が83.9%、トルコ人が9.4%、移動型民族のロマ人が4.7%、その他である2001年センサス結果より、言語は南スラブ系のブルガリア語が公用語である二千十五年現在 EU 公用語において、 唯一キリル文字を使用する言語である。宗教は、キリストノリマサ教会の一員である、ブルガリア正教会が82.6%、イスラム教が12.2%、ローマカトリックが0.6%、プロテスタントが0.5%、他にユダヤ教の信者もいる。2001年センサス結果より、 ロシア正教小儀式派の流れを組むロシア個性教会の信者も少数ながら存在し、教会が一つある。ブルガリアでは、肺の意思表示として首を横に振り、いいえとして首を縦に振る。近年首振りを国際標準に改めようという動きがある。婚姻後の性は、自己の性、夫婦別性あるいは相手の性、夫婦同性を用いる。 あるいは相手の性を付加することが可能である。ソ連の衛生国で共産主義国であったブルガリア人民共和国時代の1968年から1988年まで、母子への経済援助と託児所などの福祉施設の維持や二人以上、産んだ夫婦への社会保障の拡大に充てる目的独身の女子には免除がある形の独身者、偽装結婚対策の結婚5年以降の未育児者を 課税対象とした制度が存在していた。この税は、独身税として、出生率には無意味だったとの批判がされいるが、ブルガリアの合計特殊出生率の統計での推移を見ると、前年の2.02から、導入年には、急激に2.27まで増加、1972年の見合った激減 V 時時、以後も2.03以上を1981年に2.0になるまで維持している。 1982年以降の冷戦末期も合計特殊出生率の最低が1987年の1.96で制度廃止1988年時の1.98は廃止後のブルガリアでは未だにこの出生率の上を超えられていない。それが1988年に制度が廃止された。あとは1997年まで毎年激減していって1.0になった。 1988年までは二人以上の子供を育てている夫婦には幼児手当の増額、託児所や保育所の無償化、妊娠から出産前後までの有給休暇のさらなる延長、子供の成人までの手厚い児童手当との大きな政府の高負担幸福し社会保障政策が制度の恩恵としてあった。その後の不景気の回復後も出生率が廃止前に全く届かないのには、 その子育て保障が廃止で創出されたことで出生率減少への抑止力がなくなったことが理由だと指摘されている。翌1998年から反転して2009年には廃止以降では最高の1.66を記録した後は再び下落して低迷をしている。2015年には1.53であり、2010年以降は1.4後半1.5前半の 出生率を行き来している。廃止後の現状からインセンティブとして、出生率の減少への遅延効果が、出生率の統計から証明されたことで無意ではなかったと結論付けられている。なお、2016年現在、ブルガリアで誕生した新生児のうち、非着室子の割合は58.6%となっており、出産や子育てが必ずしも、 婚姻制度に頼ったものではないことが示されている。ブルガリアの料理は周辺のバルカン半島諸国と類似するものが多く、ひき肉料理や煮込み料理、シレネと呼ばれるヤギの父から作られるチーズ、ヨーグルトなどが代表的。ヨーグルトに相当する発酵乳食品は他の国にも存在するが、ブルガリアのヨーグルトが日本のみならず世界的に有名になっている。これは ロシアの微生物学者、イリア・メチニコフが、ヨーグルトは長寿に効果があるとして、ヨーロッパ中に広めたからである。自由化後、ブルガリアの文学は、欧州主要国の分断にあったロマン主義や、象徴主義のスタイルを授容した。20世紀以後、ツベタントドロフラが知られている。1981年に、ブルガリア出身のエリアス・カネッティが、ノーベル文学賞を受賞した。 ブルガリアの音楽はギリシャ、トルコなどの周辺地域やロマの影響を受け入れながら発展を遂げた。民族音楽にはヤギの川で作られた水槽楽器、ガイラなどが用いられる。ブルガリア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件、自然遺産が2件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。